やっほー、生活丸写しチャンネルのひなたです。ちょっとあの撮ってるからオープニング、ちょっとやめてもらってもいい？ねね、ふみふみしないで。今日は同居人カメラマンパトラちゃん、しかもかっこおつぼねナースのパトラちゃんがちょっと風邪をひいたっぽいというか、ちょっと具合が良くないみたいなっていうこと言ってて、しかもそれを言ってたのにもかかわらずリビングの方で作業して頑張ってるということで、ちょっと今日は美味しいもんでも作ってあげようかな、そういう今日は動画です。え、すごいやん、おめえすごい。ポケモンゲットだぜ、マサラタウンにさよならベイベイ、俺はこいつと旅に出る。パトラちゃん。はい。びっくりした。風邪ひいてるやん。うん。休んだら。ありがとう。そんな終わらせなあかんことが今日にあるの？早めにやりたいなと思って。でも、もう今日は休んでくださいよ。なんか食べたいもんとかある？ハーゲンダッツ。ハーゲンダッツ？なんかご飯とか、なんか全然作るけど。重たすぎないけど、しっかり食べて、うん、満足できるものが食べたい。なるほどね。ちょっと待って。調べるわ。ありがとう。風邪の時ミルフィーユ鍋食べる？え、食べたい。オッケー、調べなきゃ。ご飯振る舞います、頑張って。嬉しい、本当にできる？できるだけはしないでね。あと包丁で指切らないでね。はい、休んどいてもらってもいいですか？心配で、ひなが心配？心配ゴムよ、ゴムよ心配、せい心配ゴムよ、ゴムよ心配。あっさあさあ、まずミルフィーユ鍋の作り方から調べないとあかんからな。白菜と豚バラを交互に4回くらい重ねて 4,5 センチくらいにカット、お鍋の外側から敷き詰める。結構複雑やな。 OK、 とりあえず白菜を切っていこう。白菜ってどうやって切るんやろ。頑張ろう。白菜ざく切り、大きいかな。白菜の中に虫がいちゃったりして、お虫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 のしん、しん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 のしん。これを水で洗います。よし、カチコチだ。これを5センチぐらいに切りやすいように切るというね。あ、やべ、大丈夫？嘘。え、なんだ。ママに教わった猫の手、親指はあんたしなくても短いからいいよって。ここで包丁の役目は終わりということで、皆様もうここでヒヤヒヤするシーンはここからないですよ。で、鍋に交互に敷き詰めていく。オッケー。ミルフィ、ミルフィ、ミルフィーユ。料理に集中しすぎて何も話してないわ。隠れキノコ爆乳やん。こうした方が香りが出るのよ。ここにポンポン、おふたり長ネギを縦にぶっ刺すんだよ。生姜をぶちまける。全部でしょ。ポッ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 。で、じゃーん、かえのやの和風だしを1個入れます。これはね、いつもね、パトラちゃんが使っててね、すごく万能なんですよね。これをここに入れます。よし、頭下げ。パトラちゃん、できましたよ。じゃあ、いただきます。はい、いただきます。ありがとう、本当に、うん、いただきます。めっちゃ美味しそう。このラインが、うん、お肉ゾーンやね。スープ入れていい？うん、うん、ま、うまっ。え、めっちゃ美味しい。そんなに？超美味しい、ほんと美味しい。うん、うまうま、ありがとう。いいえ。治りそうですか、おつぼね？もう治った。ネギ入れたらさ、うん、ネギ噛んだら中のさ、ネギがピュって出てきて、喉にグーってなった。残った汁にオートミール入れてさ、卵かけておじやにしたら美味しそう。If
すごい。いただきます。いただきます。うま。うん。あれ親子丼みたいな味するの。うん、うん。脈を測ってください。57回。え、少ないな。アスリート心臓だ。我が家には看護師さんがいるんですよ。患者のロマン。え？全然わかんないです。逆もしかりね。え？看護師のロマン？全然ないよ。あ、そっか。でもひなはもう看護師さん大好きだもんね。いや違うよ。リスペクトを込めての萌えって感じ。わかるよね。萌えみたいな。でも看護師も患者さんが元気になって退院していくのは嬉しいよ。え、あのなんか丁寧にお断りされたみたいなその言い方やめてくれる？長期で入院する人とか得意なんだけど、うん、この病院とか看護師に対してすごい依存しちゃう患者さんとかいるの。え？そういう場合はもう看護師も結構突き放して厳しくやるかも。え、突き放すってどういう風に突き放すの？やってみてもいい？いいよ、やってみて。ちょっと首が痛くて、なんか見てもらってもいいですか？いつからですか？え、さっき25分ぐらい前かな。25分ぐらい前、はい、なんかきっかけとかありました？きっかけ特になくて、うん、なんか内々から秘めてくる首の痛さというか。あ、そうなんですね。今までもそういったような痛みないですね。あんな初めての痛み、初めての痛みなんで、ちょっと見てほしい。間近で見てほしい。間近で見てほしい。はい。首の痛み間近で見てもちょっと私たちには分からない。え、間近じゃなくて間近です。あ、間近で見てもちょっと分からないなんて、はい、はい。その水、はい、看護師さんのですか？ちょっと一口もらっていいですか？ちょっと喉が渇いてて、で買いにも行けない状態なので、はいはいはい、冷蔵庫の中にあったと思うんですけど、はい、冷蔵庫届かないんで、じゃあマジックハンドとかなんか貸してもらっていいですか？ただ病院にはそういったものないので、え、じゃあどうする？ご家族の方に、じゃあ持ってきてください、看護師さんが。ご家族の方に。ご家族の方来ないんです、3日。じゃあ私たちの方か。あ、私に貸ししろって。痛みに対してはちょっと先生に相談していきますので。でも今が一丁は痛いんです。あ、本当ですか？そしたら痛み止めをお持ちしますね。え、そんなに見たくないんですか？間近で。あ、間近で今話してる様子で、その首こういう風に動かしたりすることもできてそうなので。いや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 、呼ばれた時とかも、うん、なんかこうこうこうって、うん、なんかこう移動するとき、こう毎回こう自分の手で補佐してるというか、うん、あ、そうだったんですね。はいはい。今じゃあ湿布とか貼ってみます？あ、はい、貼ってください。ちょっと持ってくるのでお待ちくださいね。はい、佐々木さん。はい。怖いって。じゃあ湿布持ってきたので、はい、湿布貼りますね。ありがとうございます。今一番痛いところどこですか？すごいなんか首動くようになりましたね。違うんですよ。痛みどうですか？嬉しくて。はい、ここです。どうです、自分で貼れす、貼れないんで。難しいですもんね、はい、全部貼っちゃいますね。はい、貼ってください。いやあ、だからそういうとこね、あの冷たくするっていうのはこうバーンってやったりするってこと。まあ想像したくないな、パトラがそうやって患者さんにベーンとかやってるの。違う、さすがにしないけどさ、これいつまでやんのかなと思って。もう少なくとも30分ぐらいはサービス食べれてるんで。やってないよ。てかそんなんじゃなくて、あの早く休みな、もう。そうだ、疲れ。アイス買ってくるわ、じゃあ。アイス買ってくる、買ってくる。うそうそ、マジマジ。そんな優しいの動画なんかだけで死ぬ。いいいいいい、ありがとね、うん、いつも。動画の方は終わろうかなと思うんですけども、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。今日はひなの生活を覗き見してもらったかなみたいなっていう動画だったんですけども、はい、ここまで見てくれてありがとうございました。というわけで、今日も動画この辺で終わりたいと思います。みんな、いい夜過ごしてね。じゃあね、グッバイ、シュイタトレッション、シュー。